では続いての質問です。天丸さんからいただきました。早速ですが、先頃の飛鳥先生の、宝永火口でいいんですかね、はあ、を持つ富士山はピラミッド愛である、うん、はい、そうですよ、うん、との好評に大変感銘を受けました、うん、ありがとうございます。それは陽の上向きの三角形であり、陰の下向きの三角形と合わせて、うん、かごめ門になるともおっしゃっています、はい、それをもとにかごめ歌の後ろの正面を考えた場合、うんうん、宝永火口を正面に見立てて富士山の後ろには、ちょっと待ってくれ、はい、これつい書く漫画のネタなんだまあでもいいや、いいですか。あのね、おそらく答えもうさっき言っちゃいますね。僕はあの前のツアーでちょっと一部喋ってるから、はい、もう大体ほぼ推測しますよ。そうですか。実は宝永火口は、うん、あれ南東側にあるんです。辰巳の方向です。辰、はい、と巳、龍、うん、と蛇はとも、はい、同じだ、南東です、はい、ですか、はい、この後ろの正面、うん、伸ばしていくと諏訪湖に行くんです。諏訪湖の形はほぼ四角です、はい、すると四角錐になるんです、はい、まさしくピラミッド、はい、これは後ろの正面のもう一つの答え。ねえ、いや、気づいた人いたんだね。一応念のため最後まで言うのよろしいですかやべえな。かごめ歌の後ろの正面を考えた場合、宝永火口を正面に見立てて富士山の後ろには諏訪湖があり、はいはいはい、さらに諏訪大社の4つの宮がほぼ一直線上に並んでいるのが分かります。このことからかごの中の鳥はいついつであるの鍵を握っているのは諏訪湖と諏訪大社ではないかと思いますと。まあそのあたりがあると、これも僕のね、うん、独断場ですからね、はい、そこはまだご存知ない、よかったです、はい、今のは入り口の部分ですね。富士は開けたい、これはまあ出土にも関係するんですが、はい、いやー、ここはねこれからですよ、これからですよ、これからですよ、お楽しみにってです。じゃあご一緒したんですね、天丸さんは。もしかしたらあのこれが実は応用するってことなんですよ、うんうんうん、素晴らしいお褒めの言葉をいただきました、ね、応用力、うん、知識だけの人間じゃダメなんです。例えば僕の教官にはね、うん、知恵の言葉ってあって、うん、ね、一番低いレベルのことが書いてある。お茶を飲んではならない、コーヒーを飲んではならない、これならないならないならない、これねレベルが最低のレベルなんです。これ知識の言葉です。なぜならカフェインがあって体に良くない、お茶もそうだ、はい、分かった分かった。でもね、知恵のことは違うんだよ、うん、実は神は一つとして無駄なものは作ってないんです。